はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤスのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、通院の日でしたね。鼻水がすごくて、ひどくてですね、喉の奥がゴロゴロってしているのをね、先生に伝えるとですね、いや、ひどかったら入院やでってこう言われました。ひどくなかったから入院しなくて済んだんですけども、症状的にはね、6月の肺炎で入院した時と似てて、高熱は出てなかったので、それで免れた感じですね。風邪薬と抗生物質が出ました。季節の変わり目なんでね、寒暖の差が激しくって、体調不良を訴える患者さんが多いようですが、僕もその一員でしたね。でもね、入院せんでよかったですわ、ほんまに。で、血液検査でもね、多分血媒、血液培養とかしないと出えへんようなやつ、肺炎球菌、この前はその血液培養をしてみて肺炎球菌が出ましたよって言って入院になったんですけども、そこまでしなかったんで、熱もなかったんでね、病院側の検査に従うだけで、このような結果で進んでよかったです。で、そしてですね、先日お話ししてた足のつり、ね、足がつるっていうやつですけども、足がつるに関してはですね、よくマッサージして疲れをとって温めて、体を温めて水分をよくこう飲んでくださいということでした。そんな感じでしょうとは思ってましたけどね。あと太もものしびれに関してはですね、ひょっとしたら GVHD の可能性もあるよと言われましたね。でも GVHD と確定するにはですね、生体検査、生検ですね、それをして細かく調べないとあかんようです。だから断定はできないんですけど、そういうこともあるかなっていうのは言われました。あと、今日の、血液検査での悪玉コレステロールと中性脂肪の数値を言われたんですけども、これは一回のように言われ続けていることなんですけどもね、食べ過ぎってね、言われました。その野菜もバランスよく食べなさいとも言われましたね。でも、こんなこと言われたんですよ。でもこれは免疫抑制剤を飲んでるからこのような数値が上がるのは仕方ないけどね。しかし、退院してからしばらく経ってるからちょっと注意してくださいね、とも言われました。悪玉コレステロールと中性脂肪に関しては、移植した人はね、メタボになる確率が、普通の人、通常の人よりもね、4倍多いと言われているので、やはりこういうところで注意が必要なんですよね。気をつけます。今日はそんな感じでね、特に怖い結果も聞かされずに済みました。順調にね、治療が経過してるという感じでしたね。この調子で、このままの調子でね、回復させていきます。はい、そんな感じでね、このように感じれるようになったのもですね、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげで生かせてもらっているからだと思ってます。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんを助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。まだまだ必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。